すみませんでした。昨日確認したんですけどね。すみませんでした。誰がいましたか？身長いくつ？4。雨だ。よいしょ。雨。今から帰ります。これ大福買おうかな。カットしようから。うまっ。おいしい。うん、うまい。食べていいよ。今日も食べていいよ。うん。ちょっとシシャモ焦げたっけ。シシャモ焦げた。
今日のご飯はちょっと残り物ご飯に決まりました。残り物ご飯、ん、豚肉とじゃがいもの細切り丼と豚肉とじゃがいもとピーマンとパプリカの細切り丼、おーすごいな、とししゃもときのこの生姜煮と、うん、です。まああとは見た通り、あと味噌汁と、あとこの箸置きいただきました。ありがとうございます。使わせてもらってます。試合が終わって1対0で負けという結果でした。まあこれで4連敗っていう形になってしまいました。本当にみんな勝ちたいと思ってやってるし、それは間違いないことだと思うんですけど、まあ、細かいところでのねミスとか、まあ、ちょっとしたことであったりとかズレとか、まあ、そういうのがすごく、まあ、鹿児島と試合をして鹿児島ってそういうちょっとしたミスとかズレが本当に少ないなっていう風に感じて、パスもズレなかったり、トラップはズレない、ターンとかも綺麗にいくとか、まあ、本当そういう本当細かいところだと思いますけど、やっぱそういうところを目指してやっていかないといけないなっていう風に思う試合でしたね。まあ危ないところ作られても最後のところで守ったりとか、ゼロで抑える時間が長かったんですけど、まあ、カウンター1本で失点してしまって、まあ、あのカウンターもなんとかして、ま、守れなきゃいけなかったと思うし、カウンター1本で簡単にやられないってところだったり、逆に相手はそのカウンターを取り切って勝ち切ったっていう試合だったので、まあ、本当にそういうところは見習わなきゃいけないところだと思います。本当に勝つまで本当にもうちょっとのところだと思うんで、そのもうちょっとのところをみんなで何か変えていけたらなっていうふうに思います。強かったな鹿児島、フランクさん上手すぎだわ。お、ありがとう。まあ今、10時過ぎぐらいですけど、まあこれからちょっとご飯食べて、休みたいと思います。まあ、勝てなくて本当に悔しい時期が続いてますけど、まあ、トライする姿勢をね、なくさずにもうやっていくしかないんで、毎回こんなこと言ってますけど、次の試合しっかりと結果につなげられるように頑張っていきたいと思います。試合が終わってから、スポンサーの方と写真撮影があったんですけど、まあ、その時に次頑張れ次っていう風に、本当に優しい言葉をねかけてくださったんで、本当にそういった方に、勝ってるところを見せられるように次また頑張ります。見に来てくれた方々ありがとうございました。また次も頑張ります。ありがとうございました。